ナンナ、ハーマンビルヘルムビッセンによる。ナンナは、古い北欧神話の女神の一柱であり、ネプの娘であり、バルドルの妻、ホルセティの母である。彼女とバルドルは共に、アース神族であり、アースガルズのブレイザブリクの伝道で一緒に暮らしている。ギルビタブラカ氏によると、バルドルが、ロキの裏切りによって、盲目の神、ヘズに誤って殺されたとき、 彼女は悲しみに打ち倒されて死んだ。その後彼女はバルドルと並んで彼の船フリングホルニの上の仮葬用積みたきぎに置かれ海へと送り出された。後にヘルモーズがヨミの国からバルドルを連れ戻すべくバルドルの探索に出発しヘルの館に入った時彼はバルドルが何らと並んで行為の席にいるのを見た。二人はヘルモーズに 他の神々への贈り物を届けさせた。それらは、フリックへの布、フッダへの指輪、それらに加えて、バルドルによって、オーディンへ送り返されるドラウプニルであった。死後法によると、アースガルズの客であった、エイギルのために開催される、晩餐会を主催している八名のアースの女神の中に、何らが挙げられている。しかしながらバルドルは集合した男性のアース親族の中では、 目立って不在であった。死後法では他に、バルドルの母フリックのケニングとして、ナンナの義母という表現が紹介されている。死、ヒュンドラの歌にもまた、寝首の娘として、ナンナの名が見られる。女巨人ヒュンドラによって、オッタルの先祖が列挙される中で研究されるが、それはおそらく女神ではなく人間の祖先を指しているだろう。ナンナが見守る中、バルデルスと、 ホテルスが戦う。ヨハネス・ウィードウェルトによる。サクソグラマティクスによって書かれたデンマークの歴史書、デンマーク人の自責でのナンナは美しい人間の女性である。この伝承ではギュルビタブラカシにおける彼らに対応する人々の関係が全く異なる。人間の王ホテルスとハンシンバルデルスは当然兄弟ではなくナンナの愛をめぐる敵同士である。ありがとうございます。